マイヤ、それ五時の炎、くらえ、みんながそばに行く、雲が借りなくとき、恐れなくていい、すぐ向き合う、それだよ、これこそが知恵の伝道、かかれ、どの目が出るか、さあ、婦人陥落、勝利をしてやる、お前の罪を、代価を断つ、罪を償うが、代価を断つ、罪を償うが、私のお家にいらっしゃ、捕まえた、糸よ、工作せよ、治療しないとな、命の重い、この身で万象を粛清する、罪を償うが、代価を断つ、罪を償うがいい、審判のこと、じゃあ代価を、いただくね、終わりで、フェス、キュート引いたくしちゃうかも、全部丸見え、さあ、婦人陥落、逃げ場はない、これこそが知恵の伝道、どの目が出る、降伏しろ、判決からは逃れられない、審判のこと、罪を償うがいい、審判のこと、罪を償うがいい、審判、張り取りなさい、命の重みを知りなさい、無意味な抵抗、いいかよ、コンタクトよ、勝利をしてやる、お前の罪を、罪を償うがいい、審判のこと、だ、炎の盾、俺が守るよ、みんながそばに、散らまる、それじゃあ増援は望めないって、まあいいさ、いって、それやっ、けだし三十、もうよ、みんなは俺が守る、はい、やっと、くらえ、逃げるな、やっ、どやっ、火に気をつけろ、俺が守るよ、みんながそばにいてくれれば、風よっ、さあ、雲が、はい、少しいいかい、それじゃあ、手を離して、ここだ、やっ、すぐに治した治療、私のお家にいらっしゃ、終わりね、決死、逃げ場はないぞ、勝利をしろ、お前の罪を、審判のこと、罪を償うがいい、ちょっ、代価を断つ、罪を償うがいい、審判のこと、全部丸見え、知識はあなたに、命の重みを知りなさい、捕まえた、糸よ、交錯せよ、降伏しろ、この身で万象を粛清する、罪を償う、審判の時、代価を断つ、罪を償うがいい、さあ、さあ、ふふ、かかれ、終わりで、すぐに直しよう、いや、判決からは逃れられない、じゃあ、審判のとき、代価を断つ、審判のとき、代価を断つ、覚えたわよ、私のお家にいる、捕まえた、
士の重み。痛くしちゃうかも。罪を償うがいい。